それでは歌うは田畑義雄さんです。私があなたに惚れたのはちょうど19の春でした。今さら離縁と言うならば元の塾にしておくれ。元の塾にするならば庭の枯れ木を見てごらん。枯れ木に花が咲いたんなら塾にするのも安けれど